すれ違い通信でサスライソーにいろんな妖怪が来てるんでチェックしていきます。ジバニャンさん、レジェンドとかいないかな今んとこ。あ、アンドロイド山田やん。山田が言った。山田が言った。説明しよう。彼の名はアンドロイド山田。マーサの町からやってきた。へえ。山田は何も言いません。説明しよう。彼は君をバトルに誘っているのだ。さあどうする、戦ってみようか。山田をこれメインにしてはんのかな。面白。山田ばっか出てきた。レベルはそんな強ないんや。一発で山田がどんどん倒れていく。確かに山田すぐ仲間になるもんな。すぐにはならんか。山田どんだけ好きなんだこの人。クローニの必殺技使おうかな。最近ゲットしたクローニさん。山田の攻撃。クローニさん必殺技発動。悪夢の金棒バシーン。めっちゃ弱い。大竹の術でも撃破できるもん。レベル上げ全然してはらへんのか。とりあえず仲間にしただけみたいな。面白い。合計スタンプ3つ。山田の攻撃。説明しよう。アンドロイド山田は満足して他の町へ行くのだ。面白い。まだ次の人来てる。9個じゃ足りないずら。お、すごい。生々ハゲゲットしてはる。この人すごい。強いか。おでと勝負しろ。強いか。勝負しろ。なんでこんな片言なんやろ。スプラトゥーン意識してるわけじゃないよね。強いか。あ、料理長やからってこと。料理長やからイカとかなんか言ってるかな。よくわからん。どうどうどう。わ、この人すごいな。かなりやり込んではる人じゃん。潜伏関白もおるやん。結構レア妖怪集めてはる。追撃めっちゃしてくるし。しゃくれろよっ。生々ハゲどこで入手できたっけな。これ後ろの3体もちょっと気になるな。どうなんだろうな。潜伏艦伏はあれだよな、 HP が0になっても回復する必殺技持ってるんだよね。さっきにだから倒しといた方がいいよな。この横3列っていうのはあえてそうしてんの。これキノコ、相手のエリアキノコがある。なんでキノコおばさんが置いてったん。キノコどういうこと。キノコって普通に誰か置いていくもん。あ、でもおかしなキノコではないんか。普通のキノコなんなんやろ。このキノコ、キノコがまた3つに増えてるし。なんか相手強いぞ。やばいぞ。そろそろ起きなはれや。やばい、全回復しようとしてる。やばい、全回復しはる。そろそろ起きなはれや。やばー、これかなりやばいかも。どうしよう。これはマイニャンの必殺技でも発動してくる。シャクレロ耐えれるか。
ほうれ見せたってくれ、百裂肉球。いいね。やば。やば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 。生々ハゲの必殺技初めてかも。恐怖の生々祭り。おー、地面焦げてる。仙北関北どうにかしたいな。妖怪なんかキノコばっかり。今なんて言ってたんやろ、キノコ拾うとなんとかかんとか出てた。なかなか強敵、アンドロイド山田からのいきなりの強敵。やってる人やってるね、妖怪ウォッチ3。このキノコマジで何、なんでそんな敵のゾーンにキノコばっかり。なんかよくわからん。普通なの？相手のエリアキノコばっかりだよ。おで休む。もうちょっとで潜伏完歩できそう。やば。また回復してはる。どないでっか。あ、前にはまだ必殺技発動してなかった。ヤマタノオロチ、やば、見てなかった。どうどうどう、撃破できるかな、潜伏完歩。あかんわ。クローニハン、あ、撃破できた。全回復。ケインさんの天下太平の響き。キラン。イエーイ。追撃スタイル。追撃。生々ハゲに対しても。追撃。そして後ろのメンバーいよいよ登場。イケメン犬にイザナミ、ドクター影村か。いきなりのイケメン犬必殺技、イケメン様の微笑み見れる。イケメンスマイル、いいね。でもイケメン犬って相手がなんか仲間になりやすくなるだけちゃうん。モテ系だよね。アタックも、いや、なかなか敵強かったけど普通に勝てそう。ラスト2秒、フィニッシュ。横一列でもいいよね、勝てるよね。敵って基本避けへんのか。キノコ6個になってる。マジか。なんなんこのキノコ、馴染みないわ。なぜそんなキノコばっかりな。なんかそういうコンとかでも装備してんのかな。謎や。このキノコだらけがよくわからへん。キノコパラダイス。最後キノコだけが回ってる。どういう状況これ。経験値5608。エビチリゲット。今回全員 S ランクでしょう。スタンプ3つゲット。これでさすらいコインやんね。さすらいコインで桃太郎にゃんたちゲットできるんだよ。生おで満足、また勝負しよう。で、出たらまた、あれだよね、すぐ新しいメンバー入ってるんだよね。
やばいよ、キリがない、やばい。